ルワード来たか、ドラフト。また私を撃つつもりか。違うよ、ルワード。私たちはあなたを説得しに来たの。説得？ルワード、根絶の錬金術は今すぐやめるべきです。何かと思えばまたその話。お前にはわからないのか、この根絶の錬金術の力が。どのようなものも作り出せる根絶の錬金術こそ思考の錬金術なのだ。ルワード、その力では人を幸せにすることはできません。根絶の錬金術を使い続ければいずれ自然の力は枯渇する。一時の利益のために未来を犠牲にする錬金術など間違っています。ルワード、ソフィーを見てください。ソフィーは日々錬金術の腕前を上げています。このまま成長すれば将来はきっと多くの人を助ける錬金術師になることでしょう。あなたの錬金術はソフィーのような未来の芽まで摘んでしまうことになるのですよ。気の長い話だ。不確かな将来のことなど私には関係ない。今この素晴らしい力を極めることこそ大事なことだ。私の目的はこの錬金術を極めること。昔から変わらずこれただ一つだけだ。うん、違うよルワード。あなたの目的はそうじゃなかったはずだよ。これを見てよ。プラフタとルアードが初めて作った道具だよ。これが二人のきっかけだったんでしょ。ルアードは本当に錬金術を極めることが目的だったの？そうじゃないでしょ。あなたの本当の目的は、願いは錬金術で人を幸せにすることだったはずでしょ。思い出してよルワード。耳障りだ。え、私はただ錬金術を極められればそれでいい。第一、私のやり方が最も近道なのだ。幸せが目的だというのなら黙って見ている。邪魔をするというのなら容赦はせん。ルアード、話を聞いてよ。ソフィー、もういいです。プラスト、500年という年月はあまりにも長すぎました。私が記憶を失ってしまっていたように、ルアードも元の思いなどとうに忘れてしまっていたのでしょう。しかしこのまま根絶の錬金術を続けるというのであれば、ルワードを放置するわけにはいかない。私はルワードを撃ちます。でもここでルワードを止めなければ多くの人が不幸になるでしょう。ソフィー、あなたが幸せにしたいと願う全ての中に私たちは必要ありません。私たちの代わりに将来より多くの人をあなたの手で幸せにしてあげてください。プラフト、さあ杖を取って。うん、行きますよルワード。せん。
っても修行あるのみだ。創作意欲が湧いてきたわ。